どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、フルピッキング、オルタネートピッキングの練習方法、僕が高校生の頃からやり続けてる練習方法についてお話ししたいと思います。高校生16歳ぐらいからだから、僕が今年44歳だから、だいたい28年間ぐらいやり続けてる練習方法、それはブリッジミュートしてフルピッキングする練習方法です。どんな感じかというと、最初の頃ね、僕フルピッキングっていうんですかね、こういうのができなかったんですよ。こんな感じで引っかかっちゃうし、一定にならないし、でどうにかならんもんかなと思って、毎日なんか適当にこうやってガタ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 ってこういろいろ試行錯誤してたんですけど、ある日突然できた時があって、その時はブリッジミュートしてこんな感じでやってたら、いきなりこう一定に止まらないで弾けるようになったんですよ。ってことで、この経験をもとに、例えば C メジャースケールの上行フレーズとか下行フレーズの時も、ブリッジミュート、全部の弦ブリッジミュートさせて弾く練習をしたんですね。そうするとね、比較的ね、なんか僕の中ではうまくいったんですよ。これなぜかと言うと、というかなんでだろうなと思って考えた時に、あの G 書く時にノートとか机の上にこう手をこう置いて G 書くじゃないですか。こう書道みたいにこうやって浮かせた状態で G 書くとなんかふにゃふにゃになっちゃうけど、こうやってちゃんとしっかり置いて固定すると右手って安定して G 書けるじゃないですか。その要領でブリッジミュートをパッとこうやってやってした状態でピッキングすると、右手が安定して狙った弦をしっかりとピッキングできるんだな、そういうことなんじゃないかなと思って練習したんですね。で今度はブリッジミュートしたくないフレーズもありますよね。そういう時はこれね、もうあのブリッジミュートして安定して弾けるようになったら、ブリッジミュートしないのはちょっと浮かすだけでいいんですよ。ちょっと、例えば 1,2 弦のこれブリッジミュートでできるようになったら、ブリッジミュートしないで弾く方法は、少しふわっとこう 1,2 弦をふわっと浮かせればブリッジミュートしないで同じように弾けるようになったんですね。なので先にブリッジミュートさせて右手を安定させて、ピッキングのコツ、弦にどれぐらいピックを挿入させれば引っかからないか、平行の方がいいか斜めの方がいいかとか、そういうね細かい、アングルとか、を自分の中でこのブリッジミュートした状態で安定させて体に覚え込ませておいてから、少し浮かせるとブリッジミュートしないで早弾きというか、このフルピッキングができるようになったんですよ。でこれはあのガンガン歪ませてやった方が僕はね楽しかったです。例えばね、ちょっとすごい歪ませますね。これ今あのブリッジミュートしてます。取ります、ブリッジミュート。少し浮かせます、右手を。こんな感じでブリッジミュートして練習してから、少し
少しずらすだけでブリッジミュートしないでフルピッキングもできるようになりました。なので初めに、僕の場合はですけどね、皆さんにこれが共通するかどうか分かんないですけど、一つの参考までに聞いておいていただきたいんですが、ブリッジミュートさせて、でフルピッキングの練習でガンガン歪ませた方が楽しいです。この状態でで少し浮かせる、とフルピッキングをミュートなしでも弾けるようになりました。で、5、6弦ってどうしてもこう軸になる右手がこうこのブリッジあたりに置きやすいので、5、6弦って僕ね、ほとんど実はブリッジミュートした状態なんですよ。例えばね、今のフレーズもこれって実は5、6弦ブリッジミュートした状態で、ブリッジミュートした状態で弾いてるんです。でもその方がね、暴れなくていいんですよ。音がブリッジミュート全くしないで弾くと、ちょっと暴れるんですよね、低音が。でもブリッジミュートすると、結構まとまりが出るんですね。だから実は5、6弦って、こう歪んだ状態だと常にブリッジミュートさせていることが多いです。で、1、2、3、4は外すこともあります。5、6弦ではブリッジミュートしてます。で、1、2、3、4はブリッジミュートしない。ブリッジミュートして5、6弦を弾く。他のところでも同じです。というようにですね、5、6弦は結構ブリッジミュートしたまま歪ませて弾いてしまう時が多いです。クリーンの時はまた違いますけどね。でもブリッジミュートさせながら弾くことが多いです。という感じでですね、僕が高校生の頃からフルピッキングをする時の練習の時にやってる方法、全部の弦を一回ミュートさせて右手を安定させた状態でピッキングのコツをつかむ、で例えば 1,2 弦だったら安定させたピッキングができるようになったら、少し浮かせてブリッジミュートを外す。そうするとブリッジミュートした時に安定したピッキングのまま少し浮かせてもピッキングが同じようにできるようになりました。なのでちょっとね、僕の経験談だけでのお話なので、ピッキングの、ピックの持ち方とか手の角度とか、人それぞれピッキングの
フォームがありますから、もしかして参考にならない方もいらっしゃるかもしれませんが、僕はこんな感じで高校生の頃から練習して、今に至ります。なのでもしね、こんな感じで弾きたいなという方のご参考になれば、これ幸いと思いまして動画を作らせていただきました。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。